ドラッケンは1989年にフランスのインフォグラムから発売されたアミーガ用ロールプレイングゲーム。4人の英雄を操作し、人型ドラゴンであるドラッケンと人間が共生するドラッケン島の被大を食い止め世界を救出することを目的としている。性別によって所属可能なジョブが異なることや、技術 3D となっている画面構成などを特徴としている。開発は フランスのドラコニアンが行い、ゲームデザインはノースサウスにてシナリオを手掛けたステファン・バウデット、音楽はノースサウスを手掛けたチャールズ・カレが担当している。同年にあたり ST 及び PC、a t 互換機に移植されたほか、1990年に FM タウンズ、1991年にスーパーファミコン、 PC-9800 シリーズ X68000 に移植された。このゲームには4種類のジョブが存在し、4人のキャラクターを作成することになる。また、同性の同一のジョブのキャラクターは複数作成できない。戦士であり、ドレス以外の武器防具は全て装備ができ、攻撃の主力にしやすいが、魔法はほとんど使えない。偵察兵であり、武器防具は ファイターやアマゾンと同一のものが装備できるが、やや攻撃力や体力などが劣る。しかし、鍵を開けたり、ダンジョンを明るくしたりなどの補助魔法を中心に、魔法がある程度は使用できる。魔法使いであり、攻撃魔法を使用できる。攻撃力や体力などは劣り、また装備できない防具が多いが、防具としてドレスがこのジョブのみ装備できる。僧侶であり、回復魔法を、 主に使用できる。攻撃力や体力などは劣り、また装備できない防具もあるが、防具としてドレスがこのジョブの未装備できる。ゲームクリアにはスカウトとマジシャンしか使えない魔法、アンロックが必須であるため、パーティー編成の際にどちらかを最低でも一人は入れなければならない。ある時、突然魔法がこの世界から消えてしまった。愚かな戦士が、 魔力の源となっているドラゴンを殺してしまったからであった。その後の調べで地図にはないドラッケン島という島が発見され、そこでは人型ドラゴンであるドラッケンと人間が暮らしていることが明らかになった。またこの島は徐々に大きくなっていき、いずれは世界中を食いつぶし人間を滅亡させてしまうことが明らかになってきていた。世界の危機を救うため、 4人の英雄がこの島に旅立つことになった。4人の英雄はこの危機を乗り切るためにドラッケンたちの内乱を沈め、9つのジェムを集めなくてはならないのであった。このゲームにはドラッケン文字という架空の文字が登場し、取扱説明書を読んで翻訳しなければならず、特に魔法はすべてドラッケン文字にて表示されるため、ドラッケン文字を知っておかなければ魔法を使用することすら、 ままならなくなってしまう。なお、このドラッケン文字は、単にアルファベットを記号に置き換えたものであるため、対応を覚えれば説明書を読む必要はなくなる。ドラッケン文字一覧ゲームの舞台であるドラッケン島は、四角形のマップで表される。草原、湿地雪原、砂漠の四つのエリアがあり、それぞれのエリアを支配しているドラッケンが、男女一体ずつ存在する。ここからゲームが始まる。 住人なども比較的多く見られるエリアである。支配しているドラッケンはほどけんとほどかである。水たまりが多く落ちるとキャラクターが溺れてしまうので慎重に移動する必要がある。支配しているドラッケンはアーケンとアーカである。一面の銀世界で銅が少なく迷いやすいので注意が必要。支配しているドラッケンはナくとけんとナくとかである。 強力な恐竜、さらにはドラゴンがいきなり出てくる危険なエリア。その強さゆえ、防具を破壊されたり、一撃で、キャラクターが殺されたりすることも多い。支配しているドラッケンは、ハズルケンと、ハズルカである。原作となるプラットフォームで、歌唱付きのオープニングが流れる。メディアは512キロバイトフロッピーディスク2枚組になっており、ゲームデータをセーブするには別途フロッピーディスクが1枚。 必要になる。また、ゲームを途中からプレイする、もしくはデフォルトのキャラクターでプレイする場合は、ディスク1から。キャラクターを新規で作成し、途中でセーブをする予定がある場合には、ディスク2から起動する必要があり、ディスク2から起動した場合には上述のオープニングは流れない。技術 3D の世界の広がり、独特の神秘的な設定は、当時のゲーマーに大きな衝撃を持って迎えられ。 様々な機種への移植が熱望されることになる。寿きシステムによる移植作品。スーパーファミコン発のロールプレイイングゲーム。PC とは、プレイヤー層もインターフェースもまるで違う。家庭用ゲーム機への移植ということもあってか難易度は、ある程度下げられており、システム面についてもほとんど別のゲームと言っても、差し支えないほど、多数の変更、省略がなされている。 ゲーム内において示されるヒントも非常にわかりやすくなっているため攻略情報が一切ない状態であってもシステム面に馴染むことさえできればクリアは十分に可能である。以下目立った変更点の例を列挙する。また続編としてスーパードラッケンが発売されているがゲームシステムは全く異なりシナリオ的には続編であるもののゲームとしては全く別の内容となっている。 その他に、スーパードラッケンとは別に、ドラッケン2という続編が予定され開発されていたが、開発中止となった EPIC ソニーによる移植作品。音楽などが全く異なるものに変更されており、原作と比べると後実のスーパーファミコン版よりは、桁外れに強いものの、モンスターがかなり弱くなっているなど、難易度が調整されている。 垂直操作中にパレットを切り替えることにより、ハード由来の厳しい色数制限を乗り越えた多色表示を実現していた点と、日本語、英語、フランス語をはじめとする数カ国語への対応をいち早く実現していた点が、セールスポイントとなっていた。データ圧縮を駆使し、メディアが 2HD フロッピーディスク1枚に抑えられている点も、快適さを損なわないための工夫である。 ゲーム中セーブを行うには、別途もう一枚ディスクが必要である。プロテクトとして、いわゆるキーディスク方式を採用しており、起動時のみ、マスターディスクが必要だが、ハードディスクへのインストールも可能になっている。HDD で遊ぶ場合は、セーブ用のディスクは不要である。PC-9800 シリーズ版と一緒に EPIC ソニーによって移植された。システムそのものは、 PC-9800 番とほぼ同一だが、ハードウェア性能を活かし画質や、サウンドなどの品質が向上している。メディアは 2HD フロッピーディスク2枚組で、プログラムディスクをドライブ0、データディスクをドライブ1にセットしてプレイする。ありがとうございます。